はいカパチェブクロ、カッパ園長です。じゃあ、次、次もね、中国のお話なんですけどもね、えー、まあ共産党内、中国共産党内でね、あのー、習近平国家主席への批判が、あまあその声そういう声が、そういう流れがね、強くなっている、広がっている、まあそんな話が海外でお話題になっていたそうです。 えーとなんか内部告発だったらしいんですけどね、スタートがね、ちょっと出所がなんか怪しそうではありますけども、まあ中国共産党内で習近平国家主席を批判する声が広がっているようですよと。 で中央共産党のね幹部教育機関、えー、中央党学校っていうのがあるあるんですけども、そこのね元教授がねまあ習近平、えー、が国を殺しているとかあ、かつてないほど非難してね、ね共産党を抜け出したいと思っている人はたくさんいるぞと、なんかそんな主張を上げているそうなんですよねえ。こんなことが許されちゃうんですかで、えー、この元教授、うん、え谷、ー、と何さん。うん まあ、習近平、えー、国家主席を批判して共産党から追放されていると、で最初のインタビューでこの蔡さんが、ね、追放されて幸せだと語ったそうで、習近平の政権下では中国共産党は前進することはできない、えー、実際彼は中国の障害になっている、えー、この政党を去りたいと思っている人間は私一人ではなく、多くの人が辞めたいと思っている。でまあ、この蔡さんはあーによるとこの 党内では、共産党内では、広範囲にわたって反対意見が広がっているが、党内の規律と汚職容疑という形で制裁されていることを恐れて、声を上げる人がほとんどいない、えー、とのことであると、で党内の不満は主に、えー、昔から党にいた世代に広がっている、で習近平に反対できる人がいないため、えー、コロナパンデミックなどのミスを多発し、えー、状況は制御不能になりつつある、まあ、そういう、ね、内容だったらしいんですけども。 じゃあ、これを見たね、世界中の人たちの反応を見ていきましょうかね。えー、まず最初、でも彼は生涯皇帝なんだろう。内戦なしに彼を置き換えるのは幸運を祈るとしか言いようがない。それに対して、彼の権力は党内のサポートによって来ているわけで、えー、別に彼を退陣させるのに内戦は必要ない。さらに続けて、では、えー、だが今は2020年だぞ。で、えー、次の人が、来年まで内戦は取ってお、OK、け。 え次の人、そんなことはもうみんな知ってるだろう。習近平の権力の秘密は彼が毛沢東以来完全に政党を支配しているということだ。で、次の人、粛清の嵐がやってくるな。で、それに対して彼らが臓器になるのは残念なことだ。で、次の人はね、習近平、えー、どうやらまた反腐敗キャンペーンをする必要があるようだ。まあ、かつてやってましたからね。 で、次の人は、たとえ今、習近平退陣させても、今の国際関係考えれば、中国が立て直すのには長い時間がかかるだろう。で、次の人、特に驚きではないな。過去30年間着実に進んでた国が、過去2年間で一気に厄介者へと変わった。で、次の人、単にその一人が言ってるだけではで、次の人、中国人の支持率は高いようだが、それに対して全員洗脳されてるからな。で、次の人は、中国人だが声を上げることができないというのは事実。 えー、そして自分は今の状況を嫌っているで次の人まあ彼らはね、えー、どうしようもないやつらだからな次の人、えー、あらゆる場所から批判を受けてるんじゃないので次の人なんで彼女はまだ生きてるんだ、えー、さらに続けて今は中国に住んでいないから、えー、コロナへの対応が終わったら全世界が世界中が中国に制裁することを願うみたいなねうん、まあ、大したコメントなかったっすね、うん まあなんかね、これは日本国内でもね、どういう人たちかななんか中国,ん、まあ、中国にここまでやられて日本政府は何も行動を起こさないのかとかね。マジでオリンピック中止になっても何も言わず何もやらずに素通りするのかみたいなね。そういう,こう意見を上げる人も、まあ、いなくはないですよね。うん まあそれについては、ね、えー、何だろう、うん、まあちょっとあとでコメントしましょうか、まあ、習近平国家主席1人に責任かぶせる共産党員の声に一体何の価値があるのかなと、単純に疑問ですよね、まあ、習近平国家主席だけが温度をとって始めたことじゃないだろうと。うん あ別に擁護すする意図は全然ないですよ、うんまあ、実際、中国に制裁,制裁というか、まあ、それっぽいことも含んで、ねえー、しているのは日本、アメリカ、英国、オーストラリア、インドこの5カ国ぐらいじゃないですかね。アメリカは中国幹部の資金凍結なんかの制裁の最前線に立っているし日本は企業側に脱中国を促したり、ね、中国側からの媚びも受け入れない体制を取りつつありますよね。 まあ実際に動いている部分もありますけども英国は香港,香港人の件とファーベイギリで中国と対立を払、まあ、腹決めたっぽいですし、ね、あとはまあ同じ英連邦のカナダなんかとは違ってオーストラリアは食品輸入関係で中国と真っ向から対立してましたよね。でインドは ファーウェイで中国製 5G なんかの中国系の企業切りあとは、まあ、TikTok なんかの時もそうでしたよね、えー、決めましたよとでそんな中で、ね、フランスがちょっとなんかぐらつき始めたのかな EU は未だに中国依存傾向もうドイツなんかもうまさにそうですよね、まあ、香港情勢で露骨に中国への賛同、まあ、国民は反対側らしいんですけども そんなような、えー、政府、そんな体制ですし、他 EU 国家はだんまり状態。まあこの辺がちょっと現状、こういう感じですよね。うん。で、なんか、なんでこういう状況があって中国にここまでやられて日本政府は何も行動を起こさないとか、ね、行動を起こして、ね、軍事で報復されたら誰が責任取るのどう対抗するのちょっとぐらい頭使えよみたいなね、えー、そんなあ、まあ、反応してる人もいるんですけど、これもね、ちょっとね、なんか、なんか、 とんちんンなコメントですよね。うん。で、まあ、ちょっと中国の話に戻りますけど、内部告発、まあ、によると、共産党内で習近平批判する声が広がっているみたいな、内部告発っていうのはどうもね、うさんくさいっていうか、やらせくさいですよね。時間引き延ばしてアメリカを牽制しているんじゃないのかなとか、ね。だってね、 あのまあ、チャイナナインでしたっけあれ今何人かちょっと忘れちゃいましたけど、なんか今中国動かしているのはセブンかなうん、なんか昔はなな9人だったんですけど、今、えー、序列で7番目ぐらいまででしたっけまあ1番当然習近平国家主席ですね、2番が李克強さん、で3番手が立選書さんでしたっけで4番が王洋さん、5番が王古姉さん、6番が、えー、なんて言うんだろう、張楽斎さんかな で7番が関生さん、この7人の誰かが発言したんであれば、まあ、あるいはこの集大成に、ね、亀裂が入ることも考えられるんですけどもね、うんまあ、何にせよ、ね、細かい事情は分か,かんないですけども、中国がやりすぎた、これは間違いないですよね、まあ、諦めて戦えるしかかないとかね。 あるいは、ね、武力衝突もやむなしみたいな、うん、そんな意見もあるにはあるんですけども、まあ、例えば習近平さんと、ねえー、要は江沢民一派っていうんですかね、まあ、主導権を争いをしているだけなんじゃないかと、うん、でも、ね、習近平さんもさすがに皇帝いわゆる皇帝とは違いますからね共産党の上層部で彼に対して批判が上がっているのはどうも本当らしいんでごくごく最近会議ありましたよね。 えーと名前、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあそこであの長老たちとねねなんかこう、ねえー、話し合いがあったね首脳会議かな、向こうでいう、まあ、実際に経済に関する対立が表面化したとかで、でアメリカの制裁が効いている証拠だと、ねで、まあ、プうー習近平国家せ国家主席は国内外で孤立しているっていう、そんな話をね動画でお届けしましたよね。うん あるいは、そうだな、まあ、習近平国家主席をまあヒトラーに見立ててね、全部責任を押し付けることも可能ですよっていう、なんかそんな風にも聞こえなくもないかな。でもどうだろう、ちょっとね、嘘くさいですよね。うん、だって、この習近平国家主席に全て押し付けたとしても、中央共産党が生きながらやることができるかって言ったら、ちょっとわかんないですよね。うん。あるいは、そうだな、習近平国家主席があまりにチキンすぎて、中央がまだこのね、えー、いざ、 ねまあ、腹くくって、ね、海戦もやむなし、えー、そんなところまで、えー、まあ決断できずに、なんか二の足踏んでいる、そんな見方ができなくもないですよね。だからまあ、この人が失脚するときというのは、もう民意にコントロール効かなくなって、暴走が始まるときだと考えた方がいいみたいな、うん。だからもう、仮に内戦が始まったら、周辺国に難民がもうき切ったように押し寄せるだろうし、まあ、それはそれでちょっとね、シャレにならん悪夢ではあるんですけどもね。うん まあこの一連の流れを見て言えることはもはや習近平国家主席、泥棒ね、中国共産党は習近平国家主席とともに沈むしかないんじゃないかなってとこですよね。<noise> まあ失脚させましたんで習近平一家、粛清しますんで世界の皆さん許してね共産主義は続きますんでこれはさすがに通用しないですよね、うん、もう彼は後戻りできないところまで来ちゃったんでね、今さら仲良くはできないんじゃないですかねと思いますけど。 ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。